修道院長。修道院長とは、修道院の長であるものを指すキリスト教用語である。ラテン語では、アッパス、アバスと言い,い、原義は、父を意味する。西欧中世においては司教に匹敵する権威を持ち、世俗領主のような富と権力を持つ院長も現れた。女子修道院長の場合、女性型バタッサとなる。アッパスという称号は、父を表すヘブライ語のアブ、 アブがシリア語化したアッバ、アボを経てラテン語に取り込まれたものである。修道院長を意味する英語のアボット、アバット、フランス語のアベ、アブ、ドイツ語のアプト、アプトなどはいずれもこのアッパスに由来する。この称号は、はじめシリアの修道院で生まれて地中海世界に広まり、キリスト教会全体で修道院長を意味する言葉として定着していった。 もともとこの言葉は特別な司祭に対する継承として使われており、現在でもコプト正教会では、後位聖職者の称号として使われる。聖法では例えば、フランク王国では、宮廷付け祭のことをアッパスプラティヌスと呼び、メロビング朝からカロリング朝時代には、従軍司祭をアッパスカステレンシスと呼んだ。このように固定された意味を持たない称号だったアッパスが、 後に限定的に、頂上を意味するようになるが、修道院長の称号として、アッパスが定着するのにはまだまだ時間がかかった。ヨーロッパ中世前期の西方教会では、修道会によって、頂上の呼び方が異なっていた。例えば、ドミニコ会、カルメル会、アウグスティノ会では、プレポシトスや、プロボストあるいは、プウォールと呼ばれ、フランシスコ会では庭師を意味する、クストス。 カマルドリガイではマイオールと呼ばれていた。しかし時代が下ると、ラテン語圏では、やがて修道士たちのグループの長の称号として、アッパスが限定的に用いられるに至った。修道院の長城の歴史は、修道制の歴史と共に始まる。修道制発祥の地であるエジプトでは、修道院長にはそれほど大きな権限は与えられていなかった。 通常は一つの修道院のリーダーとなっているのが普通であったが、時たま複数の修道院を管轄することもあった。カッシアヌスによれば、定売のある修道院長のもとには500名もの修道士が従っていたという。ベネディクトゥスが正方の修道制の原型を定めると、修道院長のあり方も一つの修道院に一人の修道院長というベネディクトゥスの定めた形が、 適用されるようになった。しかし、修道院の中で、ある修道院の力が大きくなると、その修道院の院長が、他の修道院にも影響力をもたらすようになるのは、自然な流れであった。クルニー修道院の改革運動では、大修道院長という制度を定め、複数の修道院を管轄する立場とした。修道士はもともと聖職者でなく、一般信徒であったため、 修道士たちのリーダーである委員長も一般信徒であった。そのため秘跡に預かるためには修道士たちは最寄りの教会に通う必要があった。しかし砂漠など人里は慣れたところに修道院がある場合、教会に通うのは現実的に難しかった。このためやがて修道士たちの中に司祭に除外されるものが出てくるのは当然の流れであった。それでも 修道院長が聖職者でないという伝統は残った。5世紀頃までには、東方の修道院ではほとんど修道院長が司祭あるいは助祭がなることが一般化していたが、西方ではそうではなかった。西方では、東方よりも長く修道士が院長を務める習慣が続き、7世紀の終わりまで続いた。このような院長たちは決して聖職者ではなかったが、 教会会議などで大きな働きをした。こうして448年の第1、コンスタンティノープル公会議や787年の第2、2回や公会議などで、修道院長の権利が認められたが、依然として、司教のもとでという制限がつけられていた。修道院長はもともと地域の司教の管轄下に置かれており、西方では11世紀まで、そのような状況が続いていた。 ユスティニアヌス法典でも、修道院長は、司教より、会に位置するものとされている。修道院長が、司教の裁量の外に置かれた、最初の令和456年に、アルルの教会会議で扱われたレリンの修道院長、ファウストゥスの件である。ただ、この件に関しては、修道院長が、自分の権力を重ねきて、司教をないがしろにしたというより、 当該司教があまりに横暴で理不尽であったためというのが真相だったようである。6世紀に入ると修道院長と司教の揉め事が増えたため、徐々に修道院長には司教の権威から独立して教皇にのみ服従することが認められるようになった。修道者出身の教皇グレゴリウス7世も修道院の司教からの独立を後押しした。もともと良い意図を持って進められた。 修道院長の権威の独立だったが12世紀までには徐々に乱用されるようになった。12世紀にはフルダの修道院長がケルン大司教より自分の方が上位にあると主張するまでになる。修道院長と司教は同等の地位にあるものとみなされるようになり、初期の公会議における禁止令やクレルボーのベルナルドスの意見などを無視するように司教のみに許されたミトラ、 死境棒、特別な指輪や手袋、靴などを公然と、修道院長が身につけるようになった。ミトラ着用の許可については十一世紀以前に、数人の教皇によって与えられたとも言われているが、少なくとも、それを許可した公文書については、後代の贋作であるとみなされている。史実の上で確かなものとされる、修道院長のミトラ着用許可の最初のものは1六十三年に、 教皇アレクサンデル二世によって与えられたものである。これは、カンタベリーのアウグスティノス修道院の院長、エゲルシヌスに与えられた。イングランドで最初に、ミトラ着用の許可を与えられたのは、1154年に、ハドリアノス四世によって、グラストンベリーの修道院長に与えられたものであった。ハドリアノス四世は、同修道院の出身だった。以後、これに習うように、アビンドン、 サン・アルバンズ、バードニー、バトル、ベリー・サン・エドモンド、カンタベリーのサン・アウグスティン、コルフスター、クロイランド、イブシャム、グラストンベリー、グロースター、ハイド、マルムスベリー、ピーター・バラ、ラムジー、リーディング、セルビー、シュルスベリー、タビストック、トーニー、ウェストミンスター、ウィンチコン、サン・メリーズ・ヨークの修道院の院長たちにも、ミトラ着用の許可が与えられた。 修道院長のミトラを司教のミトラと区別するため、修道院長は金など過微な素材をミトラに使ってはならないとされたが、すぐに空文化した。ただ司教杖に関しては、司教が外向きの杖を持つのに対し、修道院長は内向きの杖を持つことで、その統治権が修道院内に限定されることを示す慣習が生まれた。 修道委員長の服装が司教に近づいていくと、今度はその職権にも近づいていった。公会議においては、修道委員長が司教の職権を侵害しないことが再三確認されたが、やがて事実上黙認の形になり、1489年には、教皇インノケンティウス4世が助裁と副助裁の助会許可を修道委員長に与えている。ただし助会が行えるのは、 自らの修道院の構成メンバーに限定されていい。修道院長が亡くなると、司教は修道院外の人間を修道院長に据えることもあった。修道院のメンバーには修道院長を選挙で決める権利があったのだが、その結果を認定し、祝福するのは司教だったからである。司教の統治権からの独立を認められていた修道院では、 新修道院長は認可と、宿別を直接教皇から受けるために、ローマに向かうのが常であった。修道院長になるのに必要な資格は二十五歳以上で、私生児でないこと、その修道院のメンバーであることであった。もしその修道院の中にふさわしい人物がいなければ、他の修道院から新院長を選ぶこともできた。稀な例ではあったが院長が後継者の指名を行うこともあった。 カッシアヌスはエジプトの修道院でこのようなやり方が行われたと言い,い、セーブルーノの逸話でもこのような話が見られる。やがて院長の任命権は教皇と国王たちの手に握られるようになっていく。イタリア半島では教皇が、フランスではフランス王が任命権を握るようになった。クルニーやプレモントレ修道院などの影響力の大きな修道院では例外的に 修道委員長を選ぶ権利が与えられていた。修道委員長の任期は終身であったが、修道会の上長からその地位を剥奪されるか、教皇や司教に選ばれた場合は、委員長の任を外れた。中世における、ベネディクト会の修道委員長の就任式については、アビンドン監修法に規定がある。新委員長は、聖堂の入り口で靴を脱ぎ、裸足で修道士たちの前を進む。 祭壇前に着くと、内人の上がり口でひざまずいて、祈りを唱え、指式する司教から紹介を受けてから、祭壇前に置かれた席に着く。そこへ、修道士たちが列になってやってきて席に着いた、新委員長の手にを表す接吻をする。院長は職権を表す杖を持ち、神戸屋で靴を履いて現れ、司教が参列者に対して説教をした。院長の権威は、 父親としての権威であったが、教会法による限定を受けていても、修道院内では絶対であった。そもそも修道制というものが、自己鍛錬を目的として生まれた、性格上、上長への従順が、自己鍛錬と完全性への道と考えられた。院長に、ひたすら従うことが修道士たちの聖なる務めとされ、院長の意向なしに何かを行うことは違反とさえ、考えられることもあった。 エジプトの修道士の間で始まった委員長への従順という慣習は自らの意志を捨て去ることで徳の高みに達するという思想に昇華され、無味感想になりがちな修道生活の毎日の生活を意味づけるもとなった。近代以前、修道委員長は特別な敬意を持ってメンバーに扱われる存在であった。聖堂でも院内でも委員長が現れると修道士たちは立ち上がって、 礼をした。院長の書簡は、王や教皇の書簡のようにひざまずいて受け取られた。当時の社会の一般的なヒエラルキーの厳しさに比例するように、修道院でも委員長がいるところでは誰も座っては、ならず、勝手に立ち去ることもできなかった。聖堂でも、食堂でも、最高の場所が院長に与えられた。西法では、ベネディクトス以来の慣習で、院長は、 別室のテーブルについて食事をとった。客が来ると院長はそのテーブルに着かせて客をもてなした。院長のみが客と同じテーブルにつく慣習によって院長が豪華な食事をとるようになっていった。817年のアーヘンの教会会議では客がいないときは院長も他の修道士と同じ食堂で同じ食事をとるよう求められている。このような法令が出されること自体。 そこまでしないと、院長の贅沢が改められないことを示すものであり、当時の文学で盛んに贅沢な暮らしぶりを封刺されることになった。ベネディクトゥスの戒立では、院長も他の修道士と同じ服装をすることを求めていたが、徐々に院長のみが壁な服装をするようになり、十世紀頃になると修道士たちが、院長の服装に不平をらしいていたことが記録から読み取れる。 さらにひどいものになると、聖職者の服装すらしないものも出るようになった。修道院長は、社会的地位の向上に伴って、修道者というよりは、世俗の一行種の世に変容していった。普通の領主との違いはもはや妻がいるか、いないかというだけになっていた。当時の記録には、狩猟に勤しむ、修道院長の姿が見られるようになる。 例えば1360年頃のレスターの修道院長は、うさぎ狩りに関しては、どの貴族よりも優れた腕を持っていたという。彼は豪華な飾りをつけたロバにまたがり、従者の数も当時のどんな貴族にも勝っていた。一行が通ると、すべての教会の鐘が鳴らされたという。この頃には、修道院長は、貴族階級の一員として、他の貴族たちと付き合う身分になっていた。 権力構造の一環に組み込まれることになった修道院長だが、すべてが資産を優等につぎ込んでいたわけではなく、懸命にその権力を活かした者も,も多かった。例えば、グラストンベリー修道院の最後の院長で、ヘンリー・パッセイに殺害されたウィットンは、修道院に多くの貴族の指定を迎え入れて教育していたので、修道院が一種の宮廷のようになっていた。さらに貴族だけでなく、 身分は低くても才能がある青少年をも受け入れていた。彼の食卓に招かれることは国中の栄誉であった。彼は五百名近い人々と食事をしながら二週に一度は近隣の貧しい人々を招いて食事を振る舞っていた。彼が議会に出席するために移動する時には百名近い人々が従った。カトリック教会の中でクリュニーとバンドームの院長は 特別に数奇鏡に列せられていた。修道士でない者が修道院長になるという俗人委員長の習慣が生まれたのは8世紀以降であり、封建制度の一部として生まれた。彼らはラテン語でデフェンソーレス、アッパコミテス、アッパテスライチ、アッパテスなど様々な呼び方をされた。世俗の領主に修道院を委託する代わりにその保護を願うというシステムももともとは 王や皇帝が部下に与える量がなくなった場合に領内にある修道院の権利を与えるというやり方から始まった。カロリング朝の時代にはこのやり方が修道院を相続可能な法治とする習慣に発展し、10世紀までには完全に定着した。サンドニ修道院もカペイ朝の法治の一部であった。王が始めたこの新しいやり方はやがて過信である。 封建領主たちによって真似られ、一代限りの許可を衛星のものにされることもあった。やがてこの方法がイングランドで乱用されるになったため、8世紀のクロイシャーの教会会議で問題とされた。すなわちこのような俗人が修道院長の地位にあることは、世俗権の越権行為であるだけなく、教会の持つべき権利が世俗の手に握られていることを意味していた。 俗人委員長は、封建制度のヒエラルキーの中に、一定の地位を占めるようになった上、いつでも自分の放置を処分できる自由があった。修道委員長の放置は、一般的な放置とは異なっていた。修道委員長が俗人である場合、修道士たちが直接従う場合と、俗人委員長が自分の代理の聖職者を任命して、それに従わせる場合があった。 このような代理聖職者をデカヌスあるいはアッパス、レジティマスなどと呼んだ。11世紀に始まった修道院改革運動によって、修道士たちがこのような俗人委員長に直接従う習慣は廃止されたが、名誉職としての俗人委員長の制度は残された。それでも13世紀以降になると、そのような修道院においても実験はほとんどデカヌスと呼ばれた。 代理聖職者の手に握られるようになった。南フランスでは、比較的、長い間、俗人修道院長の習慣が保たれていた。さらにいくつかの家系では、数世紀以上、修道院の領地に対する権利とともに、俗人院長、アッパスミレテスという称号を欲していた。いくつかの修道会では、修道院の間に、階層構造が存在していた。 例えば、修道院の中でも長い歴史を誇る者が、母修道院として優位に立ち、新しい修道院が支ンとして、それに従うという形などであやがて支院も人数が増えて、新しい修道院を作ると自らも母修道院になっていった。そこから改革が始まった、修道院など、母修道院の院長が実際に、強力な影響力を行使することもあった。例えば、 クルニー修道院の院長は、死因からの収入を得て、教会内で強い影響力を誇り、しばしば強行候補者に挙げられた。ただ、このような例外を除けば、母修道院の院長であると言っても単に名誉的な地位でしかなかった。それでも母修道院の院長には、大修道院長などといった特別な称号が与えられることがあった。 関連のある修道院群の中で、大修道院長は、必ずしも一人ではなく、複数いることもあった。近代以降、領主として、高位聖職者が、富と世俗の権威を持つシステムが廃れていったことで、修道院長も単に精神的な指導者というだけのものになり、本来のあるべき姿に戻っていった。現在でもカトリック教会の修道会において、修道院長の地位は存在するが、 共同体のリーダーという異常の意味を持つものではない。正教会では、戦術の通り、修道院長は、伝統的に、修道司祭がなるものとされた。大修道院においては、しばしば所在地の司教など、所在教区の行為聖職者が、修道院長となり、実務を副院長らが取ることが現在に至るまで、行われている。修道院長たる、修道司祭は多くは、 手のひらイン、定院員に少女される。修道院の中には、聖カタリナ修道院のように、独立した自治協会の扱いを持つに至る者も,も出現した。カタリナ修道院院長は、同大主教区の大主教を兼任する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。